しみですね。ちょっとワクワクするね。まあ、これからあのフォレスタでこのニュールのコースをですね攻めてみたいんですけども、どんな動きするか本当に楽しみですね。4月5日晴れ、気温マイナス2度、フォレスターライブ144日目、実証第6弾、ドイツニュルブルクリンクが今回のステージ。全長 20.832km、 高低差約 300m、172を数えるコーナー、波打つ路面、世界屈指の実証ステージで全方位 SUV の進化が問われる。本当に世界屈指の難コースで、本当にこのストレートでもですね、路面が荒れてる非常に気の抜けないコースになっております。2012年、ニュルブルクリンク24時間耐久レースにおいて STI はクラス優勝2連覇という快挙を成し遂げた。その2年ともにドライバーを務めた吉田敏弘が今回この地でフォレスターを実証する。おっと、結構違和感がなく普通に走れてます。あ、ここが、最初の難コースですね。結構あのウェットの時はですね、路面が非常に滑りやすいコースになってます。それでいて下もバンピーで、非常にサスペンションに負担がかかる、四輪設置するのが結構難しいコースになってます。お、結構でも本当にあの自分の身のままに結構走れますね。今でも180キロです、はい、1つ目のジャンピングもほとんど、何事もないようにクリアしてますね。車速は高いんですけども、やっぱり車の、SUV とは思えないほど安定してきっちり走ってくれてますね。下っていく、ここも非常にバンピーで、非常に怖いとこですね。ここも この路面がね、まっすぐにこう日本のサーキットみたいに綺麗になってないんですよね。とにかくどっかの一輪に負担がかかるような、この上限に対しての G とかがここまで来るサーキットってなかなかないんですよね。こういう悪路になればなるほど、その AWD の、優位点が出てくるんですけども、まあ、左右にこうハンドルを切った時でも同じ動きをしてくれるんで、ドライバーにとっては非常に安心感があっていいですね。本当にアップダウンの激しい、170以上のコーナーがある、本当に世界自動車メーカーですね、世界の自動車メーカーが本当にベンチマークにしてる、コースなんですけども、なんでここを皆さんあの世界の自動車メーカーがあのベンチマークにしてるかっていうと、いろんな、シチュエーションがこの場所に集結してる、
普段の一般道ではやっぱりないもの、あとは一般道であり得るんだけども車速域が高い、そういうところがこのコースには、必然と用意してあるんで、どうしてもこのコースをきっちり走り切る車を作るためにこのコースを選んでるんですけども、まあでも本当にね、なんと気持ちいいですね。 SUV でここまで走れるっていうのが本当に世界でもそう何台もない車だと思うんですけども、スバルのやっぱり車作り、車本来の味付けがやっぱりうまいでしょうね。フォレスターはニュルブルクリンクにおいても吉田を納得させる素晴らしいパフォーマンスを発揮した。全方位 SUV としての資質、進化した性能を実証すべくフォレスターは走り続ける。次回はフォレスターライブ第3のステージ、アフリカ大陸に上陸します。